まあ吉田さん、結局芋引いてられないってことですよ。どんなことが起きてもその出来事っていうのは大切な自分の人生の上に起きたことじゃないですか。他人のもんじゃないですからね。そのトラブルは俺のもんだみたいなね、俺がやるみたいな感じでいいんじゃないですかね。でも吉田さん、その A 社長なんですけども、100万円の他にもいろいろ借金をしていたと思うんですけどもね、やっぱ吉谷さんを100万円で見限ったってこととも考えられますよね。私もね、自分の身に置き換えて考えるんですけども、私が多分ね、人にお金で縁を切られるとしたらいくらぐらいなのかなと。まあ安くても1000万2000万ぐらい言わしてほしいですね。私と縁を切るんだったらね、そのぐらいの人間でいたいなと。久保さんと2000万貸してください、絶対返しますからっつってとんずらされたらね、あ、結構高く見てくれたんだなって思うかもしれない。高くねえな、2000万でも。どうせやるならね、100万200万なんてケチなこと言わずに、もっとドーンとね取ってってほしいですね。私はね、どんなとこからでもね、また復活してやりますからね這い上がってやりますからねまああれですよ、どんとこいというかね、どんとこいですね。どんとこい